安順氏は中華人民共和国紀州省に位置する地球市。紀州省の中部に位置し、筆節市、紀陽市、県南部遺族目青族自治州、県西南部遺族目青族自治州、六番水市に接する。戦国時代は野郎国の勢力圏に置かれていた。新朝による中国統一が達成されると増軍の管轄となり、関代には 野郎君長に印字を与え関節統治を実施したが、聖帝の時代になると、官長に反抗したため、野郎国は滅亡した。三国時代になると、ロシカベ豪族の炭火によりこの地の騒乱平帝に功績があったとされら収む王に封じられ、広島里部の統治権を与えられている。中東になると、広島里部の君長は、船軍王に封じられている。宋代になると、 継吉府の下の二十二、吉備州の一つである船江州と改称された。一二百五十七年、広瀬里部は元朝に基準、極安信一氏の管轄とされた。一・三百七十二年、明朝は敵南寺を広瀬程度地府に任命。その世襲を認めている。一・三百八十一年。この地の元朝勢力を駆逐した明朝は、足立占いに追記安潤州を。 設置1383年には広市城府を1385年には広市定権を廃止し安順州に統合1602年には安順府に改変され県中地区の政治、経済の中心地として発展していった。新代になると1660年に雲気総督が設置1663年になると雲気総督は廃止され、 雲南省、紀州省が設置され、気にしようであった五三家の管轄となり、紀州総督は安順に設置された。1666年、紀州総督は雲紀総督に改変、器用に移ったが、翌年紀州帝督が安順に設置され、新末まで添い重ねされた。中華民国が成立すると1914年、安順府は安順県と解消されている。 中華人民共和国成立後の1958年、安純県の四六に、研究士の安純市が設置されたが、同年末に、安純市は廃止となり安す順に統合されている。1966年、研究士の安純県が再び設置、1990年に安純県が安純市に統合され、さらに2000年6月23日、 安潤地区が地球市の安潤市に改変される際に、旧安潤市は西修区とされている。西勝区一県、三次地県を管轄下に置く。安潤地区安潤市古今線安潤駅。ありがとうございます。